父さん、お母さん、ただいまより出発します。この世に生を受けて23年、まさかお父さんやお母さんより早く死ぬとは思ってもみませんでした。お母さん、泣くなというのは無理かもしれません。でもどうかよく死んでくれた、そう言ってください。私たちは祖国を守るために死んでいくのですから。4月2日、春雨の煙る日、幸か不幸か、俺はまだ今日も生きている。だが雨が上がり、虹が橋を架け、茜色の夕焼け空が広がる時に俺は必ず行く。後に続くを信じて、俺たちの城を決して犬死ににしてもらいたくないのだ。海軍少尉小野栄一、身長5尺7寸、体重17貫500、極めて健康。日本国憲法第二章、戦争の放棄。第9条、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。